アフィシャルウェブデザイナーときみきです。私についてはこちらをご覧ください。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと国内最速のレンタルサーバー、このハビングの提供でお送りしていきます。リリアンではイラストレーター講座をはじめ、クリエイティブな働き方を目指す方のための講座をご用意しています。概要欄からチェックしてみてください。みきみきウェブスクールではフリーランス、ウェブデザイン、働き方を軸にお役に立てるような情報を毎週水曜日と土曜日に配信中です。見逃さないようにチャンネル登録お願いします。本日のテーマはアフィリエイト収益激減、サードパーティークッキー規制についてご紹介していきます。アフィリエイトをしている皆さん、これからアフィリエイトをやってみたいなと思っている皆さん、2022年の1月に Google Chrome がサードパーティークッキーのサポートを終了するということを発表しました。サードパーティークッキーが廃止されることで、ユーザーの許可を得ていないデータを使用したデジタルマーケティング手法は今後使えなくなると予想されています。そのためデジタル広告の一部やアフィリエイトを行うことが今後ですね、難しくなるというふうに言われているんです。それによってウェブマーケターだったりとかアフィリエイターの方、今後ですね、対応を取らざるを得なくなってくるんです。で、みきみきウェブスクールの動画を見てくださっている方、ウェブ関連のお仕事をしている、またはですね、興味のある方多いと思います。なのでですね、今日はこのサードパーティーが廃止されることについて、ここですね、しっかり押さえていってほしいポイントになります。サードパーティークッキーが規制されることによるウェブビジネスの影響と具体的な対応策についてお話をしていきます。はい、本日の目次はこちらになります。まず1つ目、サードパーティークッキー規制についてご紹介していきます。2つ目、サードパーティークッキーが規制されることによるフリーランス、事業者に対する影響を考えていきます。そして3つ目、今後の対応策について一緒に考えていきましょう。まず1つ目、サードパーティークッキー規制についてご紹介していきます。皆さん、まずですね、そもそもクッキーとは何かご存知でしょうか。クッキーとはウェブサイトを訪問したユーザーのデータを一時的に記憶しておくための仕組み、またはそのデータのことです。このクッキーの存在によってウェブサイトにまた訪れたユーザーが、あ、前も来たユーザーだよねっていう風に認識することができるんです。例えば Amazon で何かお買い物かごに入れておいたとします。で、違うことをしていてすっかり忘れちゃいました。時間が経ってまた Amazon を行った時に、カゴの中に以前入れたものがまだ残っているってことあると思います。これはですね、クッキーの仕組みのおかげなんです。クッキーはプライバシー保護の観点から注意すべき点はあるものの、本来はウェブサイトを使う私たちにとってはかなりですね、便利な仕組みなんです。で、このクッキーですね、いつまでも残ってるってわけではなくて、有効期限があります。この一定期間を過ぎると廃棄される仕組みになってるんですね。クッキーについてはお分かりいただけたと思います。で、このクッキーっていうのは2つ種類があるんです。1つがファーストパーティークッキー、そしてもう1つがサードパーティークッキーです。で、この2つの違い、とってもシンプルです。クッキーの発行元がどこのドメインかということなんです。はい、それぞれですね、詳しく見ていきます。まずファーストパーティークッキーです。ユーザーが訪問したサイトのドメインから直接発行されるのがこのファーストパーティークッキーです。例えばあなたがあるサイトに訪れたとします。このサイトにはログインが必要なメニューがあって、一度ログインするとクッキーが付与されます。で、次回からはログインの手間がなくなります。ファーストパーティークッキーでは精度の高いトラッキングが可能ですので、他のサイトを横断することはできません。で、次がですね、サードパーティークッキーです。で、サードパーティークッキーはユーザーが訪問したサイト以外のドメインから発行されるクッキーなんです。こちらはですね、主にサイト内のバナー広告をクリックした時に付与されます。で、サイトにですね、バナー広告が掲載されているものありますよね。で、この広告のサーバーから発行されたユーザーが訪れているサイトではない発行元のクッキーがサードパーティークッキーになります。このサードパーティークッキーは例えばですね、広告に利用することができるんです。例えばですね、私が旅行サイトを頻繁に見ているということが分かれば、あ、この人旅行に興味を持っているなっていうことが分かります。さらにですね、見ているものがギリシャとかイタリアとか、そういった海外旅行に興味あるんだなっていうことが分かれば、国内旅行ではなくて海外旅行へ行きたいなと考えていることが分かります。サードパーティークッキーは他のサイトを横断してトラッキングが可能なんです。これがファーストパーティークッキーと違うところです。クッキーのおかげで広告主はターゲットを定めたり、マーケティングの効果を測ることができるんです。で、今回お話ししているのはこのサードパーティークッキーが廃止される動きが出てるってことなんです。で、すでにですね、サファリと Firefox ではこのサードパーティークッキー廃止されているんです。まあいろいろやればできるようにもなるんですけども、デフォルトの状態ではもう遮断されています。ブラウザのシェア 60% 以上を占めている Google Chrome も2022年の1月にこのサードパーティークッキーを廃止するというふうに言っているんです。はい、ではですね、目次の2つ目です。サードパーティークッキーが廃止されることによって、ウェブ事業をやっている私たちの影響について考えていきます。はい、ここまでお話しした中で、なんとなくですね、サードパーティークッキーが廃止されることで、ウェブ事業をやっている私たちの影響、少なからずありそうだなっていうことはね、お分かりいただけたと思います。ウェブマーケティングをする際、2社の登場人物がいます。1つはですね、広告を出稿する人、何か商品を宣伝したい人です。そしてもう1社がコンテンツを提供する側です。つまり PR を実際にする人たちですね。アフィリエーターだったりとか、ウェブマーケターとか、YouTuber とかになります。例えばあなたがアフィリエーターとして A 社の PC を売りたいとします。その場合 A 社が広告主、あなたがコンテンツ提供側になります。今回のサードパーティークッキーが規制されることによって、広告主、コンテンツ側、どちら側にも影響はあるんです。まず広告主側の影響について考えていきましょう。影響としてはデジタル広告の一部が使えなくなるってことです。基本的なデジタルだったりとか、ウェブ広告に関しては、サードパーティークッキーが規制されることに対する影響というのは少ないと考えて大丈夫です。ただですね、サードパーティークッキーが規制されることに対して大きく影響を受けるのが、リターゲティング広告です。リターゲティング広告は、一度アクセスしたウェブサイトのクッキー、訪問履歴をもとに訪問ユーザーに対して関連広告を廃止していく仕組みです。ユーザーに関係のない広告を表示した場合と、関係のある広告を表示した場合、どちらが効果があるかっていうのはもう明確ですよね。なので今まではこのサードパーティークッキーを活用した広告っていうのが主流でした。皆さんも何か楽天で商品を見ていて違うサイトに移った後、またその商品が広告に出てくるってことあったと思います。ああいったものでまたリマインドされて、あ、買ってみようかなっていうふうに思って購入になるってこともね、多かったと思います。ただ最近ですね、皆さんも何かアプリをダウンロードしたりとか、新しく開いた際にトラッキング許可しますかっていう風にね、出てくること多くなったと思います。こういう風にですね、もう流れは今すでに変わってきているんです。企業側もこのサードパーティークッキー規制に対して対策を取っている途中なんです。次ですね、コンテンツ提供側の影響を考えていきます。で、具体的にはですね、アフィリエイトの成果を計測するのが難しくなる可能性があります。クッキーはですね、いわばサイトを訪れたユーザーの会員証のようなものです。それをもとにアフィリエイト成果の計測が行われてきたんですね。クッキーが廃止となれば今まで通りの計測は難しくなるっていう風に言われているんです。広告を見たけどクリックしなかったユーザーが別ルートで購入を決めたとします。こういった計測もですね、今後難しくなるんです。アフィリエイトの成果の計測は主に ASP を使っています。で、この ASP っていうのはアフィリエイト、サービスプロバイダーの略で、広告主とアフィリエイトを実施する人をつないで広告配信できる仕組みを提供しています。 ASP の会社、有名なところで言うと A8 とか、あとはバリューコマースなんかがあります。今後ですね、このサードパーティークッキーが規制されることに対して、この ASP 会社が対応していかなければ、今までのようにアフィリエイトの実績っていうのを計測するのが難しくなってきてしまいます。なので各 ASP 会社はクッキーに頼らないアフィリエイトの計測方法っていうのを考えていく必要があるんです。そして目次の3つ目です。アフィリエイター、マーケターが取るべき対応策についてご紹介していきます。今回ですね、ブログ運営、アフィリエイターとして収益を得ている人目線でお話をしていきます。先ほどからご紹介していますが、各 ASP 会社がサードパーティークッキー廃止に対する対応を取らない限り、 Chrome、Safari、Firefox を通したアフィリエイトを行うことが今後難しくなることが予想されています。じゃあどうすればいいかです。結論から言うと、自分のオリジナルの商品を作っていくということが大切になってきます。これまでですね、アフィリエイトで収益を上げていた人、自身のブログだったりウェブサイトにある程度アクセスがあると思います。また SNS もやってる人多いと思います。 Twitter だったりとか Instagram、 ある程度フォロワーが溜まっているブロガーの人は多いはずです。なので今までは他の会社の商品を PR して販売していました。で、これもですね、もちろん今まで通りやっていても OK なんですけども、今後どうなるか分かりません。それに対する対応策として、自分の商品を作っていきましょう。それを PR して販売していく、このビジネスモデルの軸っていうのもぜひ作っていきましょう。自分の作った商材とアフィリエイトの商材比べてみるれと利益率は明らかに違います。自分の商材であれば、ウェブ系の商品であれば利益率かなり高いと思います。そのビジネスの観点から考えても、アフィリエイト商品を PR していくよりも、今後はですね、自分の商品を作ってそちらを PR して販売していく方が大きな柱になっていきます。ゼロからビジネスを作っていく、なかなか大変なことではあるんですけども、どこかのタイミングで気合を入れて集中をして商品を作っていくと、後々大きな違いになってきます。で、ゼロからのビジネスの作り方については、こちらの動画で詳しくご紹介しているので、興味のある方是非見てみてください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。こちらの動画が参考になったら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。みきみきウェブスクールに入学をしていただき、一緒にスケールアップをしていきましょう。こちらの動画はオンラインプログラミングスクールテックアカデミーと、国内最速のレンタルサーバーこのハミングの提供でお送りしていきました。また次の動画でお会いしましょう。